アラジンのように魔法の絨毯に乗って愛し合ってシラッサです。ヤイの時で本日のスペシャルゲストは川崎貴也さんです。よろしくお願いします。川崎貴也です。よろしくお願いいたします。お願いします。来ちゃった嬉しいちょっとね、寄ってるけど大丈夫ですか。来ちゃった来ちゃったんですけど、今日はですね、はい、川崎貴也さんの代表曲でもある、はい、魔法の絨毯を、はい、私がうまく歌えるようになりたいという。俺言うことないのよ。いやいやいやないないない。そのそれを見ながらみんなもやっぱ練習して、はい、あ、なるほどですね。確かにそうですね。なので、はい、その魔法の絨毯を練習させていただけたらなと思うんですけれども、はい、シラスターはですね、こう歌詞にチェックを入れて、はい、まあ、これ通り歌うと川崎貴也さん本人っぽく歌えますよっていうようなことでやらせていただいてるんですけど、はい、前回の解説よりもかなりブラッシュアップして。では早速ではございますが、はい、魔法の絨毯の歌い方、はい、教えてもらいたいと思います。レッスンスタート。くだらないことで笑って、何気ない会話で泣いて。その会話の輪は会話の輪は何ですか？何ですか？あ、ちょっと震わせているんですよね。あの、何気なのなでも震わせているんですよね。何気ない会話で。お、え、そう、感覚としては、はい、回してるのか、それとも細かいビブラートのイメージなのか。あ、細かいビブラートですね。なので回してはないですね。何気ない会話で泣いて一つ一つの出来事にどことに、これもなんか震わせてる感じです。ビブラートっていうか、うん、泣いてるみたいな。泣いてます。何気ない会話で泣いて、yes. お、すごっ、すげえ。一つ一つの出来事にしおりを挟んで忘れ。なんかここどうやって繋げたんですか。どうやってたの俺は。あれはどうやってたの。しおりを挟んで忘れないように。何ですかこれ。何これ何。これ何。え、なんかまっすぐじゃなくないですか。え、挟んで、挟んで、わす、え、わ、わのつなぎ方なんですか？なんか、わを置いてる感じはし、わはあんまなんか意識してなくて、もう、素に向かうための、ちっちゃいわみたいな。はい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 。先生ちょっとやってみてもいいですか？はい。しおりを挟んで、忘れないように。はい。おい！なくさないように。結構なんか僕全体的になんですけど、はい、あのリズムを後ろめにやっぱり取るのが好きで、わすっていくよりは忘れないように、後ろに引っ張って引っ張ってなんかやる、グルーピーな、はい、はい、合ってるのかな、合ってません、合ってるのかな、すごくないけど感じになんかすればするほどこの曲はいい感じに僕っぽくと言えば僕歌えるかもしれないですね。ちょっとサビ音を伺っていきたいんですけども、はい、見せたろ。話しかけて、アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど。おかしいだろ。はいはいはい、まず、はい、ラージンのようになんか音程にするとこういうマークのはずなんですよ。はいはい、そうですね。にーじゃないんですよね。どうすっ、ラージンのように、あ、でもこれなんだよな、ちょっと短いかもしれないですね。あの落ちる方ですか。落ちる方、あ、こうなんですかね。ラージンのように、ちょっと落ち着いた、ちょっと落ち着いた、すみません。ラジンのようにあおイエス、はいはい、話で乗って、だってなんかこれ川崎さんにちょっと言いたいんですけど、はい、迎えに行くようなリズム複雑すぎません？そうですね。ダラララララなんで、でも確かにふわりとしてはダテテテテテテテ、一応そこがベースで。ではあるんですけど、はい、それをなんかもたらしてもたらして、はいはいはい、後ろ目にこうリズムを引っ張って、後ろ髪をなんかも引っ張って、引っ張っていくと、はいはいはい、僕っぽくなるのかもしれないですね。迎えに行く
迎えに行くよ。あ、違うと湯もやってるな、なんか湯しゃくるんだ。迎えに行くよ。研究にてすげえ、めちゃめちゃ研究されてる。贅沢だな。すげえ。迎えに行くよ。湯で湯ってやって、く、はい、でうってやって、はいはいはい、だらだらだーんですね。そうですね。ありがとうございます。こんな僕偉そうに言ってますけど、いや、あの考えてない。みんなそうなんですよ。考えてないですよね。ここ好きなのが、はい、研究成果なんですけど、はい、お金もないし力もないし地位もなんか1回目のし、こう陰踏んでるはずなんですけど、はい、1回目はブチッてきて、はいはい、2回目で優しくこう、はい、金もないし力もないし地位もめいよ、はいはい、なってやってます。高橋さん、素晴らしい、素晴らしい。なんかこれ歌詞のなんか解説で、はい、歌詞の解説ではないんですけど、はい、初めて言うかもしれない。あの、お金もないし力もないしっていう歌詞じゃないですか、はい、で僕本当にお金なかったんですよ。あ、これリリースされた、書いた時、はい、2017年とか本当バイトしながら今の奥さんと付き合ってる時ですね、はい、本当にお金なくて、だからお金もないからこそのもう切って、はい、お金ないし、でもなんか力ないっていうのはなんかちょっと強がりたいみたいなところ、お金ってもう強がりようがないじゃないですか、まあ、ないもんはないないもんはない、でも力ないっていうのは力もない、本当にないのか、どうなんだ、でもそこはなんか意地張って見え張って強がってみたいなちょっと気持ちが入ってるので、お金もないしのところはパツンって切って、力もないしのところはちょっとだけどみたいな、やだ鳥肌ちょっと出してるっていうのが実は裏話。やだ、鳥肌、なんかすごい悲しくなってきた。悲しくなってきた。なんか嬉しい、嬉しいですね。このちょっと 2A のところも、はい、来ました。この頭の息がもう、あ、最高です。なんか僕、そのブレス結構意識してて、はい、あの、でれれれん、君がかりっていう、君がかりにどんなっていうふうに、なんかリズムを割とブレスで取ってるので、はい、そこは結構意識して、でスッともうスッって言ってるぐらいですもんね。言ってます、スッって。君が仮にどんな恋を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ。やばい、今4つぐらい聞きたいことあるんですけど、はい、とりあえず1個に絞ると、どんな人と笑い合ったかか、なんか3音とも音色が違うんですけど、なんでどうやってやってるの？笑い合ったか、笑い合ったか、あー違うの、わかる、みんなわかるよね、はい、鼻に抜いてるんだ、一回笑い抜いてるのか、ちょっと俺がわかってない、自分でわかってかーって、でも口じゃなくてかー、はいはいはい、かーあとは言ってないかもしれない、そうですよね、どんな人と笑い合ったか、か、2音目だ、か、あ、そうかもしれないです、2音目が違うかも、こう抜いてるというか、笑い合ったか、ちょっとそろそろできないな、一応音はでもテレレンズ、そうですね、全然印象違いますね、確かに、と、すげえ、ちょっとできないですね、これ練習します。ああ、なるほど、みんなちゃんと練習したいんだね、これ。笑って泣いて見つめ合って抱きしめ合って愛し合って、わーおーわーお、嬉しい、なんか楽しくなってきちゃった。いい歌詞ですね。いい歌詞ですね。誰が書いたんですか。誰かが書いたことになってる。いやもう走馬灯なんですよね、走馬灯とか、なんていうんですか、イメージがバン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 ってくるみたいな、ここちょっと、ここ好きなんで聞きたいです。仮に雨が降ってびしょ濡れになっても、僕が迎えに行くから、笑って泣いて見つめ合って抱きしめ合って愛し合って。バグってバグってバグってここはうわっていうよりは結構でもボン、
あ、そうですね、はい、うわーっていうよりかはそれこそ今までは割と後ろ後ろでこう乗ってるんですけど、はいはいはい、ここだけはタタ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 タって前にストーントーントーンって言ってる感じですね。今までの感じだと笑って泣いてになりそうなところ、はいはい、笑って泣いて見つぐらいあって世界一夢あって愛し合ってそれがジーニーのよう魔法のランプから出て笑わせるよ。これ怖い優しく歌うところです。皆さん優しくですね。もう一個優しいなと思ってるのが、はい、これ一番もそうだったんですけど、はい、ないけどお金もないし力もないし、なんかこのカとカってリズム的にはこのアクセントマークだと思うんです。音楽的にはアクセントなんか強いところなんですけど、はい、強いけど優しいんですよね。はあ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 。どんなイメージですか。力抜こうとは実はあまり思ってはなくて、どっちかっていうと母音にフォーカスしているので、はい、かあーあーこの A の部分をあーを強く押したいからかが若干弱くなって聞こえてるのかもしれないですね。使えないけどお金もないし力もないし地位も名誉もないけどなんかこう見えるんですよねそうかもしれないですね。なんかもう感情というかお金もないし力もないし地位も名誉もないけど感じかもしれないです。皆さん一段階目としてはあの母音、はい、その後は今見えた共感覚的な感じで 3D に見えた方はちょっと練習してみましょう。私もそこから持ち帰んないと無理だ普通持ち帰んないすげえこんなに細かくいろいろ言っていただいてありがとうございます。楽しい、あの、ま、歌なんですかね、歌詞じゃないんですけど歌めっちゃ好きなんで、はい、本当に嬉しいです。いやこちらこそ、はい、私も最後のフレーズで好きなところがあって、はい、君のことを守りたいんだ、うんうん、この守りたいのタイが優しくなります、はい、優しくなりますね最後。そりゃそうですよね守るぜ君をじゃないですよね、はい、なんか何もないけども守りたいんだぜっていうなんか響きな控えめというか自信のない装飾野郎がみ2番のね、A メロの君が仮にどんな恋を重ねてたかとか、はい、元彼とかね聞いちゃう、ね、なんか元彼とどんなデートしたのとかプレゼント何だったか聞いちゃう、聞いちゃうんですよ男の子はね、実はね、気にしてるんですよね。やだ、使ってたらそのまま財布とか使ってたらやだそうそうそうすぐ買い替えちゃう、私がそうそうそうなんかすごい、今のんけの気持ちになってる私なんか女の子想像してた、ちゃんと戻ってこい。え、ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ちょっと私これ今教えてもらったことを、はい、胸に、はい、ちょっと歌ってみてもいいですか。もちろんです、もちろんですうわ本人の前で歌ってみてやります。ことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事にしおりを挟んで、忘れないように、なくさないように、アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを話したくないんだ。
がかりにどんな恋を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、仮に雨が降ってびしょ濡れになっても僕が迎えに行くから、笑って泣いて見つめ合って抱きしめ合って愛し合って、ジーニーのように魔法のランプから出て笑わせるよ、魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを守りたいんだ。高橋さん頑張ってきました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。大丈夫ですか？最高でした。やっぱりなんかこう白さんに歌っていただいて、魔法の絨毯も魔法の絨毯に乗っていきました。ちょっとうまいこと言っちゃったいいのにそういうのさあ、そして皆さん、今おしらがやった歌ってみてありますね。これなんと招き猫渋谷店で撮っております。この歌ってみて撮影できるサービスで、カラスタワンレックって言うんですよ。カラスタワンレック、はい。で、もう何も持たず手ぶらに来て歌ってみたが撮れちゃうってサービスなんです。いいですね。今ちょっとここに流れてると思うんですけど、はい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 、めっちゃちゃんと切り替わってるんですよ。そうですよね、はい、いやもうなんかカラオケなんですか、そうなんですよ、これカラオケで。こちらがカラスタワンレック噂の歌ってみたが取れちゃうスーパー施設インマネキネコです。カモン。完全に入り口はこうやってカラオケの入り口なんですけど、みんな映像見てくれたから分かると思うんですけど、カメラが3台あるわけ。ここに1台、1台ね。でカモン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 、こちらに2台あるわけ。見て、でここでさ、ラージンのようにってすると3つのカメラで私が映ります。歌ってみたらできます。で、これさ、さっきさ、勝手に切り替わってたじゃん、映像。あれ、自動スイッチングなのね。これ、勝手に AI が編集のこの画面を切り替えてくれるので、それだけでかっこよく、なんちゃらテイクみたいな感じで撮れちゃったりします。イェイ。パミッション・トゥ・ダンスのさ、歌ってみて見てくれましたか？ケビンたちがやってるやつ。これさ、実はここで撮らせてもらってるんですけど、これ、ね、背景が変わるの。これまずグリーンバックね。コーン、ピンクがお白の色ね。で、水色が山ちゃんかな。で、白もあります。なんでこうやって背景変えて撮ることもできちゃうってことですね。で、ここの iPad がさ、カラスタっていうののアプリ画面なんですけど、カラスタは歌ってみた動画作成アプリで、実は普通にスマホとか iPad とか使ってここに向かって歌うだけでそれ歌ってみた動画撮れるんだけど、このシステムを利用してこうやっていっぱいのカメラで自動スイッチ、 AI のスイッチングで映像を撮ることができます。で、同時にこれで歌ってみた動画にもなってるので、カラスタにも投稿が可能です。守りたいんだって歌い終わるじゃないですか。で、歌い終わったらもうすぐにこれ実は動画をゲットできて、ここに QR コードが映るので、 QR コードを読み取るだけでその場ですぐに歌ってみた動画が自動でスイッチングされてるやつ、画面が変わるやつがダウンロードできちゃいます。さあ、そして皆さん、気になるお値段は、さあ行きましょう。気になるお値段は、いや大丈夫、この先高いこれやりませんルーム料金室料ですね、はいはい、プラス3300円でしたよ。激安だってさ、レコーディング、いやいや、レコーディングするだけでどんなにやっても1万2万かかっちゃうじゃないですか。かかりますよ。で、あの映像カメラ3台確かに確かに撮ってもらって編集してってなると、まあそうですね、これ普通に作ろうと思ったら映像多分30万とか40万とか、まあそうですね、全然かかっちゃうんですよ。そうですね。それがなんと3300円プラス質量でできちゃう。いや、すごい、いいですね。なんか持ち込まなくていいっていうのは、そうなんです、手ぶらでできちゃうし、いい、ね、確かに、あのそのままもう YouTube とかにも投稿できるような、あのカラオケを使ってるので、はい、というわけで皆さんもぜひカラスタワンレック使ってみてください。詳細は概要欄にございます。そしてなんとこんなジャパネットタイムまで全てお付き合いいただいたのはシンガーソングライターの川崎隆也さんでした。ありがとうございました。本当にありがとうございました。これからもあの応援しております。いやいや、こちらこそよろしくお願いいたします。しますね、また遊びに来ます。あ、ぜひちょっと入ってください。はい、来てください。はい、ありがとうございます。